はい、皆さんこんにちは、ちでございます。88じゃないね、戦国立志伝、ライレンさんね、連続で88間違えましたね。やっていきたいと思います。さてと、どういった感じでしましょうかね。次これはね、回収ですね。回収はどんな状態ですか、この中心地はね。多分もう、どここれ、北条を潰すのはここが核になると思うんでね、もういい感じにどん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 、中断になってる。規模がなんで中断になったんだろう。はいはい、でキオスは満タンだから、とここここも回収2つ入ってんね。大垣は土塀を石垣に変えちゃいましょう。で、こっちはそうなんだね。回収中。岐阜も回収中で。土塀なので、こっち曲は行っときますか。うん。で、鳴海城。鳴海城何もないね。こっちさっき。石垣行っちゃいましょう。で、亀山城も二の丸が回収中か。で、あとはこっちだね。でも、まだか、これ。時間かかるね、これね。あとは、これ4つも回収中入ってんね。あとここね。坂下城。あと、こっちの方はもうかなり回収中が入っちゃってんで、ちょっと他行きましょうか。あと、できればね、こっちの方も回収、ガンガンやってあげたいですね。畠山さんがね、使う兵になりかねないので。こっちすごいね。ここ、第7段階も行ってるわ。誰ここの人。ここの城代。小山ごぼう。やっぱりこれ人によるのかな。朝日長政さんだね。強い人はこういうことやってくれんのかな。でも、これダメなやつだね。また土地がなくなるわ、三層天守のままでね。なのでこれ潰します。で、小山ごぼう終わっちゃった。で、中断中なってる、また。中断、これなんで中断中なんだろうね。で、こっちは、これ改装中で、こっち。これも改装中か。こっちも改装中か。まあ、こんなもん、ここ行けるね。はい、石垣。で、もうちょっと行けそうなので、もうちょっと やってみよっか。二層天守。はい。この辺も、これ全然行けますね。よいしょ。で、こっちもかな。はい。で、なもんでいいかな。こっち行けんね。こっちは石垣なので、これが行けますね。もう一人行けんね、ここね。ここかな。違うわ。二つなってるわ。で、ここを、で、二層天守で。あと、ここは、ここもやってませんね。土塀なので、石垣にあげました。違う、そっちじゃない。こっちね、16日の人で。さあ、じゃあ、あとは、商人がよくしなってましたね。よかったよかった。これ、めちゃくちゃありますね。多分、200個ぐらいあるんじゃない？裏でやってるとこでもね、すんごい入るね、手にね。豊作で米がほんまお値打ちですよって、これ全然お値打ちじゃないんですけどね。安い時、8とかいきますもんね。何言ってんの、津田さんっていう感じなんですけど。さあ、じゃあこれで一回飛ばしましょうかね、と。誰か動きありますかね。ないよね。最上家の工作による順に、お願いします。工作続けてください。藤田さんの本心高まってます。行かないもんね。
うん。あ、でもなんか、何あ、そうかそうか。はい、竜王寺さんから当家の申し出に。わかった、我らも、新下妻連合に加盟しよう。共に島津家を打ち滅ぼさんと。内地の人が到着したようですと。はい、これほど必要としてくださるとは喜んで、来年様の、お願いします。でもこれよく考えてあれだね。武田も徳川も仲良くしてもらおうか。食っちゃおうかなと思いましたけど、食うのやめとこうかな。はい、竜造寺家は島津家、ちょっと、仲良くして間なしなのに。はい、身長整理してまいりました。今後は心を入れ替え、当家に精神性をお伝えしよう。ちょっと待って。国を富ませるのに先立つものが不可欠と。あ、いいですよ、と。1万2000ね。今こそ勢力からの、国旗、うす、貴重。久保さんとこから行くのかい。あ、いいですよ、もう。はい。生きるもんなら行ってみてください。はい、よいしょ。ちょっと待って。あー、竜道ちゃんやられちゃってるわ。やられちゃってんね。で、キヨス、ここかな？あ、観音寺か。あ、キヨスこれだね。あ、まだダメだね。連動は57で維持してるけど、兵数が追っつかないね。兵数がまだ満タンになんないね。下方。あ、ナイツ。あ、無理だね。よいしょ、いける人いますかね、と。ちょっとあれ欲しいけどね、ここの。島津から人欲しいけどね。あー、なんとかいけるか。はい。で、下方。あー、あれ増えた？あ、でも人が増えてるからしか。あ、でも沖田さんまた下がってら。あららららららら、ら困ったもんだね。あら、東堂さんも下がっちゃった。ご当家を挙げてるのにね。これはダメか。ダメみたいですね。下がってきちゃう人もやっぱいるんだね。結局ね、外交は交渉しましょうか。連合入ってるんですけど、今度連合入れないので、あ、76か。まあもうちょっといっか。80超えてたらね、よかったんですけどね。整備。あ、ここだね。ここかな。ここ。あ、福ちゃんね。で、これを3にして。はい。まだあるの？どこだろう？全然わかんないや。四国終わったもんね。どこだろうね。あ、ここか。やっと出てきた。はい。で、これでおしまいかな？おしまいですね。で、回収先やっちゃいましょうか。小谷城、岐阜城は、あ、まだ回収中だね。2の丸、もう3の丸、あ、そっか、用地が空いてないんだ。なので、出丸を潰しましょう。で、またこれちょっとしばらく待たないといけないね。で、こっちは二の丸。用地に余裕がなくなったので、7に上げましょう。はい。で、こっちは回収。回収、第3段階。土米。土地、余ってるんだったらちょっとやれ。あ、93日。結構かかるね。まあでもいいでしょう。あ、外しちゃった。回収ね。名古屋でも中断してるね。あ、これ？これは中断してていいわ。こっち二の丸行きましょう。でも、さらに行けるね、名古屋城は。二層天守入れときましょう。で、
長島城、あ、長島城も来ましたね。三の丸入れて三祖天守でしょう。あ、うん、ここ行っときましょう。ちなみに仏門って何なんだろう。あ、仏道、仏、あ、こんなのやってんの。これはダメだね。あ、ダメではないのか。講師の武将が多ければいいんですけどね。あんまりそういうの、うん、これも撤去だ。うん。で、ごめんなさい、もう一発回収ね。あー、ここもあれだ、ダメだね。うん。で、ここは、土塀を石垣にしちゃいましょう。で、あー、郡上八幡ね。ここも石垣になったので二の丸作っときましょう。で、ああ、ここも石垣なので、ああ、土地がないのか。7段階。はい、よいしょ。うわ、でもこれすごい数やらないといけないね。今更だけど、分かってって言ったら、あ、また中断してるわ。どこ中断？撤去は中断になってる？ああ、いや、これじゃあ困るんですけどね。え、なんでこんなことしてんの？あ、そっか、私、委任してるからか。委任した時にやっちゃうんだ、これ。ああ、そっか、委任しちゃダメなのか。ああ、なかなか大変だね、これもね。あ、でも待てよ、回収は委任させてないんだから。ね、回収は委任、外してるんで。ああ、そ、じゃあ、やることないはずなんだけどね。ちょっとよくわかりませんね。で、あとは、よいしょ、ここだね。二の丸だから三の丸。で、さらに、三層天守も行きますね。はい、ここもやっときましょう。おい、おい、おいと。で、はい、土塀から石垣に変えときましょう。で、ああ、これも中断中？中断中ね。あ、これ、え？どういうこと？あ、中断、あ、2に中断してるからか。あ、アキラさんね。アキラちゃんね。はいはい。まあ、このままでいいかな、とりあえずは。634もあるもんね、行動力が。あー、なので、あとは、あ、領地入っちゃった。そっちじゃないですね。さあ、あとはもうこれですね。陣所。さあ、どこありますか、陣所ね。あ、結構この青色が増えてきたんでね、効果は間違いなく出てると思うんですけど、陣所がね、これがもう全部埋まったら一段落かなと。ねえ、よいしょ。で、伊沢城。四国は結構ありそうですもんね。あ、ない。あ、あったね、ここね。で、あとはこれ毛利さんのとこだから、あとこっちの、あ、こっちだね。はい、富山城。あ、もう、あ、おらんので、あ、やっと言ったわ。で、委任で、全拠点委任ね。はい、送りましょうか。はい、どっこい。新たに能力を獲得しましたぞと。あ、皆さん帰っていってますね。はい。あ、最上家の工作により24ヶ月の同盟を結べるので、結びに行きましょう。はい、本心高まってますと。はい、これ、ニガさんでいいのかな？はい、大塚さん、本心高まってます。
はい、捕獲したものの処遇を。おお、あ、鹿之助さんいるね。あ、兜に鹿の角みたいになってんだ、この人。あー、はいはいはい、まだ、あ、心中の整理がつきませんと。はいはい、ライレン様、配下の山崎さん、山崎家森さんに子供が生まれて、元封の暁には家春と名付けられるとか、中川秀成さんが久森と名付けられるとか、有事にございますでいいのかな、命を果てるまでと。おい、これ土方さんでいいんだよね、多分ね。これルビー欲しいな、もう振ってて欲しいね。はいはい、正純にございますでいいのかな。そんな今時の名前ないような気がするんですけど。あ、でも能力いまいちだね。あ、津田信澄の長男、母は口見ついての娘。おお、本能寺の変後、父が殺されると父の旧臣藤堂高校を頼る。これ高虎っていうものひょっとして、いや違うよね。後豊臣家に仕え、大阪の神後、高校高虎、わかんなくなっちゃっちゃった、除名され旗本となると。はい、ああ、賢女さん山にかかってしまった。あららららら、やばいね。はい、身長整理していきましょう。おお、長宗我部さん、ああ長宗我部さん、そっか、そうだね。この信長に命を、国を富ませるたちに先立つものが不可欠と。先月の収支を、はい、報告する。いただいて戻りました。今後は東京のために力を尽くします。はい、浪人が領土にいるようですと。浪人さんね。はい、笠井さん、うーん、普通だね。ちょっと政治系がダメですけど。で、ここで気になるのが、あ、やっぱりこうなるよね。この人いい人なのに、あ、この人、あ、でもそうでもないね。赤い人増えたなぁ。で、あなた何がいいの？あなたでも、青になるの、一等級しかないのか。でもあなたは書物が好きなのね。書物系が好きなのね。おぉ？書物も、あ、一応ある、七等級。な、あ、書物の、4等級とかまでいっちゃうね。だから5等級でいっか。はい。で、なんかない？ああ、今売ってないね。で、ナイツ、寝返りか、密談増やせれますか？あ、春田さん。怪我してんね。あ、長倉さん取れる？あー、ちょっと遠いね。影虎さんでも9しか分かんないね。で、じゃあ、ここはいいとして、あ、そうだ、外交で、交渉しましょう。同盟結びましょうね。はい。同盟ね。はい。すごいかっこいい人だね、最上義満さん。鎧ね、赤色が入って。はい。はい、使者を送りましたと。で、次が、あ、朝廷出してる？あ、そうだ、賢女さんなんだ、これ。大丈夫かな？ちょっと怖いね。賢女さんもうそろそろダメなのか。私もそろそろダメになれそうな気がするんですけど、どうなんでしょうね。私まだダメにならないのかな？あ、これ3だね。はい。はい。で、まだあるんだね。多分こっちですね。あ、あらら、ないない。あら、ないね。はい。もう一つもないですぞ、と。え？え？そうなの？もうこの辺で間違いないと思ってましたけどね。あ、ここね。ない？あ、ない？まあまあ、いっか。まあ、いいとしましょう。じゃあ、回収だね。また回収ですね。大垣城。ああ、ここだね。あ、でも待てよ、これね。鉄砲、変えましょうか。撤去して。いや、今、時間結構あるから。キオス、ちょっと改造しましょうか。ああ、でも土塀になってるわ。ああ、
じゃあやめとこう。いや、これ4層天守じゃなくてね、こっちにしようかと思ったんですよ。これ連立天守にね、変えようかなと思ったんですけども、上下3割超え。でもこっちの方がね、民中制度が上がっちゃう、上昇するんですよね。だから選んでたんですけども、まあなんともっていう感じですか。あ、ここ秋山犬山城ね。はい、じゃあ三の丸。で、あ、ここも空いてますね。じゃあ二の丸でいきましょう。で、ここ石垣できてるから三の丸いけますよね。ここも二の丸になってるね。そこも三の丸。あ、そっか、無理なんだわ、規模上げないと。これは三の丸になってて、あ、これはもうほぼほぼいけてますね。兵糧庫で、あ、いい感じですね、これ。これだね。ここ行って、あ、秀吉さんか。あ、やっぱり、あれな気がしますね。できる人は、回収してるの可能性が高いですね。率先して。でも、ガモンさんしなかったんでね、長いことここにいましたけど。おやっていう感じがせんでもないですが、まあ、ガモさんちょっとね、忠誠下がってるからね、ひょっとしたら本意を持っていくかもしれないですけど、あー、しまった。はい、回収ね、もう一度。こちらは、土塀から石垣に行っちゃいましょう。で、はい、こちらね、三層行って、ああ、そうだね。うん。これは、三層天守で行っちゃいましょう。で、こっちも行けてますね。ああ。で、これちょっと撤去しましょう。あんまりいい気がしないんでね。あと、ここですね。ここは、石垣、よいしょ。で、あと、ここ空いて、ああ、ここまだ解消中か。あ、ここ空いてますね。で、石垣。で、あ、ここ空いてますね。で、ここも石垣にしちゃいましょう。よいしょ。で、あ、ここは三の丸ですね。はい、よいしょ。ああ、もう時間めっちゃ超えてるわ。ごめんなさい。じゃあね、この辺で終わっておきましょうか。信長の野望戦国歴史でね、終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。